皆様こんにちは。絶望ラインコーでございます。私は独身、工場で働く非正規労働ファイターです。乾杯。うまい。夏に出る薄いカルピス、たまりません。本日は無謀にも6連休を取得した夏休みをダイジェストでお届けします。セミの声がします。夏っぽい。前半は晴れました。夏っぽいことをたくさんするよう心がける。カルピスや麦茶、花火、盆踊り、そしてうなぎ、わかめと豆腐の味噌汁、高校にぬか漬け、そして冷たい麦茶。久々に白米だけで飯を炊きました。うなぎを食べてこの連休を元気に過ごさんとする算段だ。一年に一度の贅沢な楽しみです。二度食うと飽きる。40歳になると夏休みの素敵なイベントは何も起こりません。友人とバーベキュー、同級生との偶然の再会、心躍るアバンチュール、そんなものは夢物語で、あるのは空白の6日間のみです。何も起こらないなら自分から行動するしかありません。明日はいきなり夏休みのクライマックス、婚活エレクトリカルパレードです。迎えた当日、久々のパーティーを全力で楽しんでしまった。友人中村の素晴らしい連結工程、しかと見ました。最高の思い出になりました。参加者の皆様に感謝。翌日は同人枕絵戸賀市場へ行きました。途中雨が降ったりと散々でしたが、素敵な枕絵に出会いました。好きな枕絵師の春画を集めるのが私の楽しみです。夏休み4日目、台風の日です。夏休み期間、朝の日課、たぬき系 VTuber の朝配信を見ます。彼女はラッパーの兄を持つくのじです。おはよう、にんにん。夜はだだ茶豆で晩酌をしました。そして晩飯です。麦飯、インスタント卵スープ、タコの酢の物、台風といえばコロッケ、フライパンで焼き直しサクッとしております。シューマイにかっぱ漬け。ギリギリ麦茶。台風中継を見ながらコロッケを食べ、皆の無事を祈ります。5日目、楽しみにしていた大田区の花火大会が台風で中止となり、おとなしく部屋にいることにしました。
浴衣が似合っているぞ、ゼスケンよ。可愛いですね。2匹で録画しておいた花火中継を見ます。乾杯。楽しみにしていたので残念ですが来年に期待します。花火よりおやつとのことでこの後ワンチュールを献上しました。翌朝ついに連休最終日です。茶漬けを食い映画を見てぼーっとします。今日も天気が悪い。台風でいろいろと予定が狂ってしまった。会津へはお盆を外して帰ろうかと思っております。夜の豊洲、花火とドローンがほぼ全域で禁止の東京。なぜかここは手持ち花火 OK です。夏休み最後の思い出作りだ。東京湾を眺めながら花火をしました。発煙筒を焚いて救助を待つ人みたいになっておりますが、とても楽しかったです。しかし非常の雨が、急いで撤収しました。お盆明けは動画投稿をお休みする予定でしたが、暇すぎて作り始めちゃったってわけね、ルパン。藤子ちゃん、その通りだよ。以上、東京デート日和、今週はこれまで。ここまでご覧いただいた皆様、本日もご視聴ありがとうございました。結婚しなくてもいいのではと思い始めております。